これは川崎大師の、中にある芭蕉の句碑ですね。父母の志、そうか、これは、父母のしきりに恋し、一段恋ですね、そういうですね、これは芭蕉の句碑がここに立っています。芭蕉の句碑、今日は風鈴市が開かれています。川崎大臣風鈴市が開かれていますが、その風鈴市の入り口のところにこの、芭蕉の句碑、父母のしきりに恋し、雉の声ということですね。